現在進行形で、大炎上中でニュース沙汰になってる200万人超えの YouTuber さんがね、まあいるということで、ぜひ取り上げてくれと。はい、ということで、ヒカルさんではなく、チャンネル登録210万人超えのもちまる日記さんが、まあ今炎上中と。いうことでね、もう本当にやめてください、ヒカルさんのコメントするの。マジでやめてください。ヒカルに怒られるんだから。まあ怒られたことないけど。多分だけど、あ、いつも俺の名前出してくれてありがとうやで。あ、全然宣伝になるし、うん、ありがたいで。って言ってるはずです。はい、ということで、まあこれ前回も多分半年前ぐらいかな。にも取り上げたんですけども、まあ一応ですね、知らない人に説明するとですね、もうボワーって、ちょっとね、多すぎてビビったわ。バーって出てくるんですけども、一応知らない人に説明します。もちまる日記っていうのは、まあ今国内で一番なんか可愛いみたいな、なんかね、まあ有名な猫を、まあ、コンテンツにしている、まあ、YouTuber さんだと。はい。で、その猫の名前が、まあ、もちまるというね、まあすごい可愛らしい猫なんですよ。まあ、しかしですね、この猫がですね、まあ、猫と言いますか、その動画を撮ってる男性の方かな、まあの、まあ、投稿内容が、まあ、すごく炎上するような内容がもういっぱいあると。もうここはね、過去にもう一個一個ね、丁寧に紹介したいんで、今日はもうババーって紹介しますけど、まあ、こうやって猫をね、人間用のトイレで排泄させ、その後、まあ、落下させると。で、びしょ濡れになったと。で、その後、風呂にも入れさせると。で、猫を氷風呂に入れて冷やして炎上。面白半分で友人から預かっていたひよこ、まあ、生きてます、これちなみに。ひよこを猫に無理やり近づけさせて炎上。まあ、動物たちをなんかこう戦わせるみたいなね。まあ、なんか命をね、こうなんか持て遊ぶようなことをしていたと。で、猫を雪の上で散歩させて炎上。まあ、もう本当にね、もう、キリがないぐらい炎上してるんですよ。猫のトイレにカリンと入れて炎上。まあ、これはなんか猫のね、糞とカリンとが似てるから勘違いするんじゃねえか、つって。で猫の状態が悪いにもかかわらず、観覧車に3周乗せて炎上で、その後猫の状態が悪化すると、まあ、なんかね、お漏らししてしまうぐらいね、悪化してしまったと。で、友人から預かった猫を、勝手に飼い主不在のまま去勢手術をする、それをネタに、まあ、病院内で撮影して、まあ、動画投稿して、まあ、収益を稼ぐと。まあ、だから去勢してない猫が、まあ、ちょうどいるわというので。うん、まあ、こういう動画伸びるから。で、まあ、獣医師などが、まあ、ついに注意喚起を出し、まあ、さらにね、炎上したと。うん、本当、お前、ひどすぎるぞと。いくらなんでも。やりすぎや。まあ、言うので炎上したと。で、まあ、さらにですね、まあ、これもね、すごい炎上したんですけど、まあ、病院から支給されているエリザベスカラーっていうのがあるんですね。で、これは、猫が去勢手術した後に、去勢部分を猫が、まあ、舐めてしまうと。だから、舐めないように、首の周りに、エリザベスカラーっていうのを、まあ、つけるわけですよ。でしかも舐めてしまうと入院するぐらい、まあ、危ない行為だから絶対につけなきゃいけない。まあ、なんだけど、そのエリザベスカラーをなんと緑のタヌキのカップうどんの容器にして、まあ、危険行為だっていうので、獣医師とかがまあ注意喚起を出すぐらいのまあ問題になってしまったと。はい。これね。まあ、これがまあ要は去年の12月だと。緑のタヌキをしてるわけですよ。まあでもこういうのはね、やっぱね、可愛いってね、まあ知識ない人が見ると思うだろうし、まあでもね、やっぱ本当に猫が好きな人だったらこんなことしないからね。まあだからやっぱり動画の値段してんじゃねえかと。で、まあさらにですね、まあ人間性がちょっとね、問われるような事件もあったと。で、それがまあ新幹線内で猫をケージから出して炎上と。まあもう普通に新幹線内で出すのはダメなんですよね。禁止されていて、まあこれがまあ炎上したと。まあ、炎上しすぎたのか、まあ、コメントで主張したんですよ。こちらは JR 東日本に許可をもらっていたから大丈夫だと。まあ、なんだけど、まあ、これ視聴者が JR に問い合わせた結果、原則許可は出してないし、この動画はそもそも JR 東日本の車両ではない。っていう、まあ、速攻嘘がバレて、まあ、コメントを削除して逃亡したっていうね。まあ、いろいろ。過去にこんなことがありましたよというのが、まあ、今まで僕が取り上げた持ち回り日記の炎上なんですけど、はい、前回取り上げた炎上内容、まあ、そしてですね、今回新しい炎上内容、3つか4つあります。どんだけねこいつはっていう、まあ、ちょっと取り上げていきますけども、はい、じゃあまず3つ、まあ、こちらね、止めることもせず猫同士の喧嘩を撮影し複数回動画ネタにしていると。で、もちまる日記っていうのは、そのまあ、もちまるって猫が1匹いるんですよね。で、人気なんですよ、本当に。200万人超えてるわけですから。
なんだけど、ここ、まあ、去年とかちょっと再生数が全体的に下がってたの。まあ要は猫もさ、どっちかっていうと子猫の方がさ可愛いじゃん。生後 2,3 ヶ月の猫の方がね、だから人気だったんだけど、まああの1年も経って性病になるわけやん。で、まあ、大人の猫になったら、まあ、ちょっとね可愛いけど、まあ、可愛さもやっぱ半減するよねと子供の頃に比べてっていうので、まあ、全体的に再生数が下がっとったと。でそこで、まあ、新しい猫をね、まあ、買いましたと。弟ができましたよっていう。っていうので、まあ、またね今ねすごいね人気なんですけども、まあそれで新しい猫買ったら2匹になったと。っていうので、まああの猫がね、まあ、こうやって喧嘩してるのを、まあ、止めずにずっとカメラをね回しているっていうのが、まあ、ちょっとあの問題視されていると。あ、性病になってないです。あの僕は別に誰か女性とそのエッチなことをして性病になったわけではないです。大人の猫のことを性病って言います。ちょっとあのいい加減してもらっていいかな。殴るぞね、ちょっと覚えておきましょうね皆さんね。そこはわかるやろ性病で。知らんの。まあまあまあっていうのがありました。で猫に突然水をかけるね、なんかどいてくれないからっていうねことで、あの水を出しちゃいますねと。これ本当に水出すんですよ、あのネタ抜きで。はい、まあっていうね、まあようわからんことしてんですよ、出しちゃいますね、くさーじゃないんだよ。まあこういうことがあったりとか、まああとはですね、忘れちゃったのかな、まあもちまるさんはですね以前あの病院内でね、まあ、あの手術する時の様子とかを、まあ、ずっとカメラ回してたんですよ。でそれがもう良くないぞというので、このペットクリニックとか働いてる人に、動物病院の地はエンタメじゃねえぞと、家族がすることはカメラ回すじゃなくて優しく声をかけることだと、面白おかしく SNS のネタにするんじゃねえぞというので、まあ、注意喚起みたいなの出してたんですよ。でこれが12月去年ので、なんと忘れたのか、2023年5月26日に上げちゃってました、また。で、しかもこれはあの2匹目です。はい。なんとやっぱ半年経つと忘れるのかな、もちまる日記は。多分だけど。半年経つと忘れるのや、もう。まあ、っていうので炎上してると。で、今回、一番今ね、ニュース沙汰になってるんですけど、はい、このようにですね、監禁、猫を棚に監禁、やらせ疑惑で YouTuber 持ち場に行きが炎上と、まあね、虐待とまでも言われてるんですけども、現在炎上中、虐待疑惑と拡散されている子猫が棚に閉じ込められたという動画がやらせと炎上と、まあ、ちょっと画像があるんですけども、はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、うっかり閉め忘れた棚に猫が入って閉じ込められたという、まあ、動画みたいなんですよ、内容でね。で、まあ、もちろんこれもねコメント欄が荒れてて、まあ、荒れたらここのチャンネルでもコメントすぐ消すんですけど、入るのはまあ理解できますと、猫がね。ただどうやってじゃあ閉まったんだと。あ、これはもともと閉まってました。これはあの閉まってたのを引いて、あの見つけた時のシーンの画像です。しかも閉じ込められてるのにのんきに数十分も撮影してるのはなぜだと、まあ、これはあのなんかね探してる動画だったんだよ。あれどこ行ったのかなーとか言って、なんかカメラ回しながら、でここを引き出し開けたらいたーとか言ってまあやってる動画と。まあ、でこのタイプはなんか普通はあのこっちからこのマウスのカーソル見てね、 こっちから押さない限り勝手に閉じないわけですよ。まあ、だから炎上してるわけですよ。でもちまる日記さんって炎上するとね、あの新幹線の時思い出してください皆さん、めちゃくちゃ炎上すると必ずコメントでまあ主張するんですよ。はい。で今回もまあコメントで主張してたんですけども、自動で閉まる棚です。はい、なんとですねこの棚は自動で閉まる棚らしくてですね、まあ、ちょっと力を入れると、でまあ、その結果ですね、さらにですね、自動で閉まるのになんで閉め忘れが起きるんだなどの批判コメが殺到するも、いつものコメント削除で、今あの炎上中です。炎上しております。で皆さんあの覚えてますか、もちまる日記さんがコメントでこうやって書くときはですね、前回はあの普通に嘘でした前回は普通に嘘でした。嘘が余裕でバレました。何なんでしょうねこれね。まあだからその猫を金稼ぎの道具に使うなって言われても仕方ないんじゃね？てかさ、なんていうのかな、これ猫をさ子供に置き換えたらめっちゃ分かりやすいよね。本当に
子供がいなくなったのにさ、あのカメラ回しながら探す親なんかいないだろ。本当に猫いっぱいあるけど、まあ猫そんな好きじゃないだろ。まあでもな、気持ちわかるけどな。可愛い猫に巡り会えて、それがめっちゃネット上でバズって、でしかもなんか収入2億だっけ、なんか書いてあったけど、本当かどうか知らんけど、まあ、2億円ぐらいは稼いでんじゃないかみたいな、再生数的にね。まあ確かに、まあ、YouTuber の悪いところでどんどんね、あの過激な動画上げたりとか、視聴者がね、あの盛り上がるとか、再生数が取れるね、動画上げがちなんですよね。でもこれはほんまにもう職業病みたいな。だ俺も言われるわけよ。おい、まあ、なんか大きい暴露ねえのかよとか言って、おい、真琴のだけかって、もっとおい、よこしいって、うん、ずっと言われます。でずっと言われ続けて、もう全然やってないです最近、一切持ち回り取り上げてますたまにやるからいいね、たまにやるからね、そういう大きなものは。で持ち回りさんはたまにじゃなくて、もう高頻度でやってるから、まあ、さらに炎上してるというね、まあ、ことみたいですね。猫で2億円、まあ、それはやめられんわなと。でしかも、本当に金儲けなんだなって思うのが1個だけ俺あって、例えばさ、普通こうなんか炎上したらさ、動画消すじゃん。普通は消さないんだよね。まあ、この動画は消えてたかな、さすがに。不愉快すぎて、映像自体が。あとは消えてなかったかな。消えてるのがなんか1、2個ぐらいあったぐらいで、ほとんどが消えてないっていう。そう、だから炎上することによって、まあ、再生数も伸びてね、まあ、収益にもつながると。でしかも当の本人はさ、やっぱ顔も出してないから、まあなんか手とか体しか映してないんだよ。まあだから別に炎上したところで、まあ、ぶっちゃけ痛くも痒くもないよねって、うん、外歩いてもね、誰かも分かんないだろうし、まあだからまあ悪い意味最強だよね、多分。叩かれてもそんなに痛くも痒くもないというか、まあっていうねことでした。